先天網とは、先天的、または、乳幼児期に視力を失い、視覚経験の記憶がない状態を言う。早期失明に関しては、おおむね2から6歳くらいまでに視力を失うと、視覚体験の記憶がないとされているが上限をもっと上に取るものもいる。一定以上の生願期間を持った後に失明した場合は、中途失明という。博物館で動物を触って、 概念形成訓練をする、先天網児目の模式図先天網の原因としては、網膜色素変性、小眼球症、未熟児網膜症、網膜目細胞種、先天性白内症及び発達白内症、先天性緑内症及び続発先天性緑内症、先天性角膜混濁などの疾患や、その結果としての眼球う手術の感染を起因とする合併症、 アクシデントによる損傷、皮質毛などがある。時に見られる白色動向は病名ではなく症候である。定義上は白内障を含まず、原因疾病としては網膜目細胞腫が最も多く、次に第一次ガラス体化家成遺産、その他骨病、未熟児網膜症、トキソカラ症、網膜白児などがある。各病院は、 たとえ同じ病名であっても遺伝性とされるもの、別の病院が考えうるもの、不明なものなど多岐にわたる。先天性角膜内皮、ジストロフィの角膜クリップ臨病の防止感染によると、される、先天文字統治症候群、トラコーマ、風疹、水痘、症候熱、マシン、臨病、オンコセルカ症、ユリ、ノり、脳虫、目の体状方針など。 角膜白斑は感染症角膜炎の他外傷でも角膜の傷が元で角膜混濁を起こす場合があり角膜移植の対象疾患として上位に位置するアルコール、ワーファリン、サリドマイド、殺菌剤ベルミルなどが小眼球の原因になる場合があるスティーブンス・ジョンソン症候群は手術の抗転換薬一部薬剤の副作用のほかいくつかのヒギ薬など 薬剤投与が発症の80%とされる重症薬腺である。角膜移植が予後不良なため、柏葉粘膜上皮シート移植の適用として知見、研究されている。外傷による失明は小児の片目失明の上位を占めている。転倒、落下などで鋭利なものが眼球に刺さる、先行性眼外傷、強度の打撲によって胸膜が破裂する、眼球破裂。 眼球に何かが飛び込んだり入ったりする眼内異物、スポーツ外傷などがある。特に幼児の場合、訴えが少なかったりわからなかったりするため注意を、要する。角膜軟化症は、主として、ビタミン A 欠乏症の症状の一つであるが、タンパク、カロリーの欠乏、マシン、肺炎などの全身状態悪化によっても発症、あるいは重症化する。別名の感性角膜炎。 眼球乾燥症からもわかるように角膜の乾燥が特徴であり進行すると混濁を起こし、乳幼児の場合は二次感染から角膜先行が起きて失明に至ることもあって、開発途上国では今でも乳幼児の失明元として一般的である。現在、日本での失明ケースはほとんどないとされるが、かつては悲観が報告されている。 1932年に M 本全伝が過去の先天網海岸者の手術報告を66例集めて分析した本を出版した。全伝は患者の手術前の視覚状態が手術直後の視覚体験と関わると分析し、海岸前の保有視覚を3群に分類した。この分類は他にも目の前で動く手の動きがようやくわかる。 眼前手動弁や指を近づけてその本数の変化を認知するセンチメートル指数弁、丸は目と指の距離、例えば三十センチメートル指数弁などいくつかの弁別種も加え、先天網の状態を表す指標として用いられるようになった。また、視覚回復の過程で海岸前と海岸後を当事者が比較して違いを言語報告することで、先天網の視覚世界の様相を 生願者が推測する手がかりも与えた。この方面では、日本の近く、認知心理学者の鳥井おさあやもちづきとらが、研究を深めている。また、工学系の若手研究者による、先天網を対象とした、近年の色彩語空間の研究では、先天網の色空間は、生願者が作った知覚的色空間とかなり異なった色空間構成であり、 色相関のようなものは存在しないことが改めて確認された上で、鳥居、餅月の研究に触れて、白、赤、黒の三色彩後は概念が成立しやすいのではないかと述べている。対人行進行動において、聖願寺と先天盲寺との間にどのような差異があるのかについて、鳥居、餅月たちは主に母子間の結びつき、および、 孟子自身の表情表出の二つを検討した。初産の母親たり微笑したりすることで、母親は保育の苦労への報いられ感情が湧き、自分が見ているだけではなく、子供からも見られていることに気づくと、見知らぬ他者という隔たり感が消えて、ことの結びつき感による強い愛情へ変わる。これに対し、まだ我が子がもうであることに気づかない時期の母親が、 乳児からの視覚的応答を得られないと、拒絶感や母子行進の喪失感に襲われることも少なくないことが報告されている。また、我が子のこういう行動から、母親が我が子の視覚障害を最初に発見することになる場合も多いのである。クリップほほえむ文字。一般に、父、幼児期の表情発信行動において、 生願児と先天盲児の間に大差があるとは考えられていない。ただし、個人差はあるにせよ、生願児との差も報告されている。こうした表出様式の微妙なニュアンスの違いは、視覚や聴覚の障害に伴う社会的経験の不足や、学習機会の欠如から大げさな動作を洗練させることが、生育過程で充足できなかったことによるとも、見られている。 アメリカで1940年代に、コーネル大学、心理学研究室のカール・エム・ザ・レンバックたちは、盲人による物体との距離認知について一連の、実験心理学的研究を行った。この研究テーマは18世紀の哲学者ディドロが、盲人書館で盲者の特性の一つとして障害物、察知能力の高さに触れたことに橋を発する。ルビュゾーの盲人は、物体が近くにあることを、 自分の顔に当たる空気の動きで知ります。彼は大気の中に起こる、かすかな変動にも極めて敏感なので、これは袋工事の通りだな、と区別がつくほどです。ダレンバックたちは、これが事実なのか、それはどうメカニズムによってなのかといった問題について、先天網者及び対象群の視覚健常者を、被験者として一連の研究を行った。 耳を覆った時と何もしない時など一連の実験を行ったダレンバックたちは、盲人たちの障害物に対する鋭敏な認知は、皮膚の鋭敏な触覚神経による感知ではなく、音に対する耳の鋭い感知力に起因すると推定した。クリップ手術のため渡米した、胸膜下角膜のイラク先天猛症女文献ハープを引く先天猛少女ザ・アメリカンミュージアム・ジャーナル。 ありがとうございます。